トシコがスーパーに勤めてから1ヶ月まあ普通に仕事をこなすようになりまして、えー、先輩のパートのおばさんとかあ店長にいろいろ教えてもらいながら、えー、日々成長していって1ヶ月が経ちました1ヶ月があって たったある日に昼のお休み時間ね休憩時間にパートのおばさんたちと何人か集まって食堂でねそのスーパーの食堂で話する時に「まあじゃないこうじゃない」って話してる時にある一人のパートのおばさんがとし子に「あんた気ぃつけやい」って「え何をですか?」って「いやもう見たら分かると思うけどうちのスーパーって女の人ばっかりでしょ」って。 はい、店長に何か声かけられたっていえそんな声なんかかけられてもてませんけどと「うん」って今ここにおらへんけどあの人とあの人とあの人は店長の愛人っていう噂よって「ええ本当ですか?」ととし子は店長の女癖の悪さにびっくりしてましただけど ここの人のの人言ってることが本当なのか半信半疑で聞いてただけどよくよく考えてみたら女の人ばっかりそれもちょっと納得いくような気がするでも店長自体がイケメンやから 集まったかかなといろいろね考えがあの頭の中で交差する中で、まあ、自分なりに、まあ、このおばさんの言うてることを、まあ、別に気にせんと働いていこうってとしくは決めましたで休憩時間が終わっていつものようにいろいろ野菜とか弁当とかあ品出しをねやってるとアルパートのおばさんがね、えー、話しかけまして。 さっき食堂で言ってたおばさんのことあれほんまやからって「えっ?」って「マジですか?」って「あんたもほんまにな気ぃつけや」ってあの別に店長自体はあのー、悪い人間ではないねんけどちょっと本当にね女が座りから「あんた本当に気ぃつけや」って念をされましたとしくは「あやっぱり本当の話やったんや」まあでも 好みがあるからあの人それぞれのね私に出てくるとは限ってないし限らへんしそれでまあその日はちょっとモヤモヤしながらでも仕事5時,に5時になるとね帰ってタイムカードをして帰ったと自習へ続きます。